競馬ファンの皆様、おはようございます。6回開催阪神競馬4日目の朝を迎えています。上空かなり青空も広がってまいりました。馬場のコンディションは芝、ダートともに良のコンディションのもと、第一競争出走各馬の入場を迎えます。第一競争は2歳未勝利戦です。ダート 1800m ではメンバーをご紹介いたしましょう。まず1番のクラウンオールから、馬体重は 422kg で増減はありません。国分京介 54kg での騎乗です。2番トリシューラ 446kg 増減なし、加藤翔太55です。3番名将小頭 494kg 増減なし、段の体勢55です。4番サグアロ 528kg プラス8です。松山光平55kg です。5番のキャビネットバトル 450kg プラス4です。木戸義政 55kg です。6番クリノトランプ 536kg マイナス10です。和田龍二 55kg です。7番はタイガーミノル 492kg マイナス6です。石橋周 55kg です。8番のバレンティヌス 498kg マイナス4、坂井隆生 55kg です。9番のジェントルタッチ 510kg プラス6、鮫島勝馬 55kg です。以上、阪神競馬第一競走2歳未勝利戦ダート 1800m 出走メンバー9頭をご紹介いたしました。今日の阪神競馬場メインレースはジュベナイルフィリーズ。そのメインレースまで含めまして、終日この阪神競馬場でどうぞお楽しみください。阪神1レースはゲート入りが進んでいます。さあ、6番のクリノトランプです。これから収まろうかというところです。少し後ずさりしましたが、促されてゲートインです。続々と各馬が収まります。サグアロです。収まってトリシューラもゲートイン待っています。8番のバレンティヌス、一旦後ろに回されまして促されます。頭数は9頭、全馬ゲートインが終わりました。阪神第一競走スタートしました。さあ、ちょっと3番の名将小頭大きく立ち遅れる形になりました。外を促して9番のジェントルタッチ、さあジェントルタッチが逃げの手に出ました。2番手の位置、集団の中、7番のタイガーミノル、そして外からはバレンティヌスが行っています。そのうち1番のクラウンオールに4番サグアロは現在 4,5 番手、その後方から6番クリノトランプがポツンと進んでおります。あとは5番のキャビネットバトル以下、1コーナーカーブし終えて2コーナー8枠両馬レースを引っ張ります。まずは9番のジェントルタッチ1馬身のリード、2番手8番のバレンティヌス2馬身後方ですが、うち7番のタイガーミノル、4番のサグアロは外です。2馬身後方ですが、外首を覗かして6番のクリノトランプが行って、うち体半分差1番のクラウンオール、その2馬身後方ですがキャビネットバトルが続いています。うち並びかける2番のトリシューラ、3馬身後方3番の名将小頭は1番後ろから運ぶ形。各馬これから3コーナーを迎えます。
さあ9番のジェントルタッチが逃げの手に出ています。これから3コーナーカーブ、残り800を通過、 1000m は1分3秒2で通過。2番手の位置、8番のバレンティヌスがつけていますが、後続が徐々に接近。4番のサグアロ、そして内からはタイガーミノルです。その直後には6番のクリノトランプつけまして、この辺りは中断です。さあ押し上げにかかった3番の名将小頭、中段馬群の外目から、さあ先段目がけて進出を開始。あとは5番のキャビネットバトルクラウンオールが続いております。 3,4 コーナー中間から4コーナーです。トリシューラが一番後ろか。第4コーナーカーブから直線に向かって、ムチが入るジェントルタッチ先頭で、さあ直線に向かった。しかし外からスーッと4番のサグアロ、さあサグアロが並びかけて、今度は一気にかわして先頭だ。そして2番手の位置、現在ジェントルタッチ粘っているが、外から名将小頭が今3番手から2番手に上がろうとしている。さあ先頭は4番のサグアロだ。3馬身のリードをキープ。3番の名将小頭が2番手の位置、4番サグアロ先頭ゴリ、3番名将小頭2着、そして逃げた9番ジェントルタッチは3着です。勝ちました4番のサグアロ、松山公平騎士の手綱、ヘニーヒューズの3区です。ずっと後位から運んで直線は力強く抜け出して、後続の追撃を完封。そしてスタートで大きく遅れました3番の名将小頭ですが、勝負どころぐんぐん上がっていって、最後直線足を伸ばして2番手を確保。そして逃げて粘った9番ジェントルタッチは3着です。勝ちタイムですが1分55秒7、上がり 800m は52秒5、 600m は38秒7でした。阪神競馬第一競走、すんなり1着4番サグアロ、2着3番名将小頭、3着は9番ジェントルタッチ、4着8番バレンティヌス、5着は7番のタイガーミノルで点滅を始めております。勝ち馬確定のご案内がありますので、お手持ちの勝ち馬投票券、お捨てにならないようにお待ちください。阪神1レース4番のサグアロ、人気に応えまして、断然人気に応えての初勝利となりました。4番、3番、9番です。1番人気、5番人気、2番人気です。単勝4番 1.4 倍、枠連3、4、6.1 倍、馬連3番、4番、5.8 倍、馬単4番、3番、8.4 倍、三連複3番、4番、9番、7.1 倍、三連単4番、3番、9番、27.7 倍です。確定までお待ちください。阪神1レース